豪雨なって第2レース発送ですをりに飛び出します1番の高本和也そして6番の広田樹里には2番の三木智樹を6番の広、えー、田が中段まで車を進めていきますが1番の高本がそのインコースですさて後方からは4番の川口秀人と7番の桜井宏友が位置を上げました3番、7番、4番で中四国ラインが前段です 6番の広田はバックを踏んで車を引きまして1番の高本和也には5番の手島幸則がマーク4番手中南は東日本ラインです九州ラインは2番の美月が広田をマーク後方からの組み立てです2周回目に入りますさあ先頭3番の近藤2日間力を出し切っています追っていくのは7番の櫻井そして4番の川口大ベテランの2人で道中を固めていきます 1>, 1番の高本が4番手。まあ、準決勝戦大敗を喫しましたが動いて不発ながらも外で粘って足一杯力を出し切ったものでもありました。5番の手島がマークします。6番の広田は初手で後ろ攻め。まずはスタートを取りに行くという段階で一旦高本の外をかぶせ加減ではあったんですが、結果1番高本が初手は中段で、九州6番広田は6番手の組み立て、2番の水木に任されています。 さあ3周回目入りました今のところ中段後方ともに動きはありません前受け3番の近藤は誘導員と距離を取りつつ後ろの出肩を伺かがっています高本は4番手で車間を取って6番の広田が動くかどうか、うん、気にしているところ高本から動かなければならないかどうかさあ鐘が入りました 中止国勢は前段中盤区に車を進めていきましたが2センターでさっと内を締めて1番の高本は4番手さあ6番の広田が動き出しますが3番の近藤も前受けから先行態勢に2番の美月は切り替えて中止国勢の後ろを4番手に追い上げました。 1>, 1番の高本が浮かされて一旦5番手で立て直すこれで6番の広田が最後尾最終2コーナーからバック戦3番の近藤7番の櫻井そして4番の川口で固めています2番の水木は切り替え4番手そして1番の高本なんですが前4人抜くのは厳しいかさあ7番の櫻井絶好の展開1番高本、うん、届かないか櫻井か第2レースで9一般戦の2組目です 3番の近藤優太が前受けからそのままの先行でした6番広田が切りに行かず1番の高本もここは流れを見らみながら見ながらさら足ではあったんですが結果的には同時に2番、三月の切り替えもあって5番手からの仕掛けは結果届かず7番の桜井が1着1番、高本2着そして3着ですが3番の近藤か4番の川内か。